ゼニサドボイ県、あるいはゼニサドボイ関東ンンは、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国のエンティティである、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦を構成する県。県とはゼニサ。ゼニサドボイ県には次の基礎自治体がある。ゼニサドボイ県は、ボスニア・ヘルツェゴビナのほぼ中央に位置している。県とはゼニサである。また、県名になっている、もう一つの都市、ドボイは、スルプスカ共和国の一部となっている。 かつて一つの基礎自治体だったドボイ氏はスルプスカ共和国とボスニアヘルツェゴビナ連邦で分割され一方はドボ遊具としてゼニツァドボイ県に属しているおよそ40万人いる人口のうち多数を占めているのはボシュニャク人であるクロアチア人は主にゼニツァジェプチェウソラバレシュに住んでいるセルビア人は少数で主にゼニツァに住んでいるがビソコ ザビドビチ、テシャニなどにも住んでいる。2003年時点でゼニツドボイ県の人口は399,492人であり、その内訳は次の通りである。ありがとうございます。